い、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。いや、まさかね、月にこう 3体目だよな。なんか後半に集中してきたね。っていうわけで今回はこちら、 SH フィギュアーズ仮面ライダークローズチャージ。今回はね、箱見てわかる通り、この前面がねブリスターになってるから、これは一般販売です。プレ版とかじゃなくて、普通にお店とかでも全然買えちゃうやつ。今回はこちらを紹介していきます。とりあえずパッケージの方、中が見える透明になってて、で裏の方は今回あれだ、付属品でツインブレーカーがついてくるんだ。よっしゃ、早速ね開けていこう。よいしょ、オープン、せーの、ザーっていうか、もう見えてるけど、ザー。本体と説明書、じゃあとりあえずね付属品の方から見ていきましょう。まずは手首の差し替えパーツが 1,2,3,4,5 5種類入ってて、指が開いた手と、この辺がなんか持つ用の手かな。でこっちがね、説明書にもはっきり書いてあるんだけど、ベルトレバー用らしいです。あのスクラッシュドライバーのレバーを下ろす時用の手だね。であとは武器のツインブレイカー、今この状態はビームモードで、先端のところもちゃんと赤く塗装されてるし、こうね持つところのグリップもついてて、クローズドラゴンの方も最初から装填されてます。でさらにこのクローズドラゴンの中にはドラゴンフルボトルも装填されてる。クローズドラゴンの方はよっ、こうやって外せて、フルボトルがグッと、あーいけるね、装填できるわ。この辺劇中通りちゃんとフルボトルも装填できます。でアタックモードにするには、このビーム出るところを2つとも後ろに下げて、この先端を自分でカチッと止まるまで出せば、これでアタックモードです。パーツの差し替えとかも特になしで、これ1個で両方のモードが再現できます。それじゃあね、付属品以上なんで本体の方を見ていきましょう。クローズチャージ、あーなんか個人的にこの背景とすっごい色合いが合ってる気がすんな。全身はなんだろう、こうウィダーインゼリーのさ、銀色の袋容器みたいな感じで、ベースカラーがだいたい銀色になってますね。頭と胸の方には特徴的なクリアパーツがあしらわれてます。まずお顔の方だけど、モチーフの方はこう頭っていうか額のところにドラゴンがいるのと、副眼のところにも強化前のクローズの時にあったようなドラゴンの牙というかギザギザしたモールドがありますね。これ単純なクリアパーツだけじゃなくて、このおでこのドラゴンの部分がなんか微妙にね、パールかな、なんか塗装っぽいのはされてるんですよね。だからほら、ちょっと光とか当てると他と違う感じでね、少しだけ白く光るんですよね。でクリアパーツの奥の方には丸い複眼があって、素体の顔にこの頭の部分が覆いかぶさってるっていう感じで、頭の可動なんだけど、結構ここのシャンって出てるドラゴンのなんだろう、角的な部分が邪魔になりそうなんだけど、どうかな。上の方はグッと、あーあれだね、ここの後ろの襟の部分がちょっと干渉するから、これが限界だね。下の方はグッと、えんこれ下か、下の方は案の定ここの胸のドラゴン部分が干渉して、まっすぐの顔だとこれ以上下げらんないけど、ちょっとと斜めにするとこんぐらい下がります。左の方に顔を振ると、やっぱり顎の部分がここに干渉するんだけど、胸のクリアパーツはね、一応ここのところのジョイントでね、ちょっとだけねこうやってクッて動かせるんですよ。だからこうすることによってでもっと下も向けるし、もっと左の方も見れると。完全にこれ固定だったらね、稼働がなかなか厳しかったね。一応このクリアパーツは簡単に外れるようになってて、外したらこんな感じでツルンとなっちゃいます。なんかやっぱ物足りないね、ついてないと。最初箱から開けた時はね、ここの接続部分ちょっと気になるなって思ったけど、こうやって稼働することを考えたら必要な部分だよね。で両肩にはそれこそモチーフとなったウィダーインゼリー的な、まあそういう感じのゼリー飲料が詰まって袋のようなものが肩についてます。割とそのままの形でついてるってすごいよね。両方ともドラゴンの顔がプリントされてます。肩アーマーの横のところはちゃんとこうクリアパーツになってます。後ろの方にはモールドが彫り込まれていて、あ、背中のところにもこれクリアパーツついてるね。で二の腕の方には成分表示みたいなものが塗装というかプリントされてますね。腕のアーマーの方にもクリアパーツが使われていて、クローズの時についてたギザギザの刃もちょっと残ってるね。可動の方は上に上げると、あ、やっぱここの飛び出してる部分がちょっと干渉する。あ、逆だったら問題なくこういつも通りのねアーマーごと動いてくれる可動はあるけど、左腕はちょっとこれのおかげで制限はあるね。まあでも多少はこうやってくるんって回せば上の方には上げられるし、そして肩と二の腕の間にこうロールがあるのと、肘の可動はぐんぐん
ぐんと、お、いいね、90度以上曲がるやつです。腕の穴の先端になんか穴が開いてるけど、こっからもなんか出たりするのかな。ゼリー飲料をブチュッと出したりできるのかな。胴体の可動の方はこの胸のところと腰に可動があって、のけぞる可動はグッと、あーいいね、結構のけぞります。でアーマーのこの前面のここのパーツはこうやってねパタンと動くようになってて、可動に合わせて隙間がないようにできる。前にかがむのはグッと、ベルトのところにちょっと干渉するのもあるかもしれないけど、そこまで劇的に曲がるってことはないね。そしてそんなね腰についてるベルトの方はスクラッシュドライバー、セルやアナゴさんでおなじみの若本さんが声を務めているベルトですけど、こっちもなかなか細かいね。あ、でもやっぱり最初の方のビルドドライバーと同じで、本来ここの部分にちょっと模様みたいなのがねあるんだけど、そこは省略されたり、この縁のところとかも割と黒かったりするんだけど、細かい部分で塗装が省略されてるね。でもそれ以外は特に問題ないし、ここの発光ギミックがあるところとか、両側からスクラッシュゼリーをプレスするところと、レンチみたいなレバー部分もちゃんとクリアパーツで作られてますね。ここのレバーの部分はちゃんと稼働するようになってて、グッと下に下がったり、もうなんだったらここまでグッと動いちゃいます。まあここは稼働するけど、さすがにここのプレスしてくれる部分は動かないね。ベルトに装填してあるドラゴンスクラッシュゼリーの方は取り外しができるようになってて、すんごい細かいけど、このドラゴン柄のこのイラストがちゃんとプリントされてます。さすがにね、劇中とかおもちゃみたいにこう潰れるみたいなギミックはないんだけど、この側面の部分がね微妙にこのフルボトル型にへこんでて、ツインブレイカーにこう装填した時に隣にフルボトル置いても干渉しないようにするためのこのへこみなんだと思う。そして下半身の方は、足の方も結構特徴的だよね。これ腕同様にこっちの方にも成分表示みたいなのが書かれてて、左右で模様が全然違うんだよね。そして微妙にここんところが布っぽくなってる造形もいいね。可動の方はこのももの付け根のところにこうロールの可動があるのと、前の方にはグッと水平まで上がって、股割りも割と開く。真横に上げた時は、あ、水平まではいかないけど多少は動くね。膝から下の方は完全にマットブラックになってるね。可動の方はぐんぐんぐんと、おお、限界まで曲がるタイプ。特に干渉するもんもないから結構足の方は動いてくるよね。で足の方、つま先のところにこれまたなんか穴が開いてるね。つま先からゼリー出してくれたりするのかな。足の裏の方にもちゃんとモールドが彫り込まれてます。足首の可動はこう上下あるのと、左右の傾きと、あとつま先がねいつも通りちょっと動きます。というわけでクローズチャージの可動はこんなところなんでね、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。一応すでにもう変身はしてるんだけど、この変身ポーズ、スクラッシュドライバーのレバー部分持つ用の手は入ってたけど、バンジョーって変身するときこうチョップでさ、ここのレバー部分ぶっ叩くから、とりあえずこの状態にしときましたっていうのと、今回フィギュア触って初めて知ったんだけど、この手のひらにもこの丸いやつついてたんだね。初めて知ってびっくりしたわ、こんなんついてたんだって。やっぱり手のひらからゼリーがたくさん出てくるのか、犬夜叉に出てくる弥勒的な感じでここが風穴になっててね、敵をここにもひゅっと吸い込んじゃうはないな。一応せっかくついてたんで、この専用手首の方でスクラッシュドライバーのこのレバーに手をかけるポーズ、専用なだけあって結構自然な感じになるね。やっぱりお次はこちら、武器のツインブレイカーを持たせていました。強化前のクローズの時はビートクローザーの剣の方で戦ってたけど、なんだかバンジョーのイメージ的にはこっちのツインブレイカーとかでぶん殴る戦い方っていう方がなんか個人的にはしっくりくるんですよね。クローズドラゴンの方もこんな風に持ってるから、ツインブレイカーに装填するなんていうシーンも再現できます。こう手元全然ピント合ってないけどビームモードにしたりしてね。ちなみに今はこんな風にフルボトルとスクラッシュゼリー2本差しにしてます。スクラッシュゼリーは構造上ね、右側しかへっこんでないから必然的に左側に装填することになりますね。はい、せっかくなんでね、強化前と強化後、劇中ではねまず見れない光景だけど、フィギュアだったらねこんなシーンも好きに作れちゃうからほんと最高。まあ両方ともドラゴンモチーフではあるけど全然物が違うね。お次はこちら、同じくね強化形態のラビットタンクスパークリングフォームと並べていました。やっぱ並ぶとかっこいいね。2つ並べてかっこいいんだから、グリスとローグが来たらとんでもないことになるね。4人揃うのがほんと楽しみだね。はい、というわけで今回はこちら SH フィギュアーズ仮面ライダークローズチャージ紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。クローズチャージで一番特徴的なね、この透けた顔の感じとかがクリアパーツでうまいこと表現されててね、なかなかグレートな商品でしたね。そろそろクローズマグマの方がね予約開始されるんで、も
ちろんそっちの方も今のところ買う予定なんで、またね買ったらレビューしようと思います。今回のクローズチャージはね一般販売なんで、お店で買えるやつなんで、気になったらね買ってみてはいかがでしょうか。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。